うお、見えてる、見えてる。うわ、さすがに見てる。よっしゃ、おお、ビローラ見えます。おお、おお、やばい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 。結構低い、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 結構低い。こっちは来い、こっちは来い。ああ、案外でかかったか。丸飲み。ああ、まあまあいいサイズ。おい、いや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 、そうか。よっしゃ、ああ、おお、ビローラ久しぶり。あ、ちっちゃいと思ってた。結構いいサイズなんだな。はいね、ビローラでサイトでね、ちょっといいサイズ来ましたよ。これ、いや、バスが見えてちょっと食わないかなと思いつつ、岸際に乗っけてからちょんちょんちょんって誘ったら食ってくれました。いいとこかかってるね。ビローラいい仕事してくれましたよ。はい、39-40あるなし、ありがとう。帰ってった。こことかにもいるんだけど、スイッチ入んないんだよな。この無理に追いかけずに。なんかね、餌がいっぱい通るの待ってんだよな。ああ、追っかけてたな。いるな。岸際攻撃。今いたんだけどな。風が入ったこの瞬間、良さそう。から落とせばね、結構食っちゃうんだよな。ほら、食った、岸に一回乗っけて、そこから、おーおーおー、ちょっといいぞ。ういねえ、はーい、ビローラフィッシュ2匹目。ねえ、岸に乗っけて、岸から何かって感じだと食ってくれますね。糸は切れちゃいましたが、多分すぐ取れるはず。よいしょ、よいしょ。ね、こんな感じでベイトフィッシュのサイズとぴったり合ってるみたいで、でね、サイズはちょっと下がって35センチほどだけど、ちょっとね、食わせ方のヒントを見つけたかもしれません。頑張ってみます。はい、元気さんありがとう。2匹似たような落とし方で釣れたからパターンかもね。ちょっと傷は怖いけど、そーっとあの岩の上に乗っけて、岸から
岸からパシャパシャパシャって落とすと、ねえ、ルアーなんだけど、結構がっつり反応してくれる。これね、あー、まだいける。結構今見えて、こっちにこういう、なんだろう、スキッピングで、ピシ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 ってこうやって活性上げようかなって頑張ってたんだけど、いまいちスイッチが入んなくて、ほんでもって上見てんだけど、こう岸の方に落としてこっちをパチャパチャってやると一気に見る。ほら、食った。お、説明してたら食った。お、たまたまね、今ね3匹ぐらいの群れがいたんだけど、ああ、パターンだね。おお、ほら、釣れた。ほら、結び直し1投目。やった。サイズはね、さらに下がったけどね、嬉しい1匹。はい、説明フィッシュね。今喋ってたら新しい群れが刺してきて、そんでもって速攻で釣れてくれました。いいとこにねかかってるね。でタックルはコンプレックスシマノにアブのファンタジスタのステュディウスね、小森さんの元祖ダウンショットロッドなんだけど、ちょっと張りがあるからノーシンカーとかでもね、オフセットカチッとかけられる。サイズは下がったけど狙い通り嬉しい1匹。じゃあ逃がします。3匹目。ありがとう。お疲れさん。よいしょ。サイズアップですね。いいとこかかってる。見に来てね、スーッと吸い込んだ。はい、サイズは1匹目と同じぐらい、30後半。